クインシー。クインシーは、アメリカ海軍の重巡洋艦。ニューオーリンズ級重巡洋艦の6番艦。艦名は、マサチューセッツ州クインシーにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。クインシーは1933年11月15日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、ホアリバーゾー選手で寄港した。1935年6月19日に、 ヘンリー・エス・モーガン夫人によって、命名、浸水し、1936年6月9日に、ボストンで、艦長ウィリアム・フォークナー・アムスデン大佐の指揮下、収益した。収益後、大西洋艦隊第8巡洋戦隊に配属された、クインシーは、1936年7月20日に、地中海への派遣を命じられ、スペイン内戦におけるアメリカ合衆国の、 検益保護任務に就く。7月26日にジブラルタル海峡を通過し、27日にマラガに到着した。スペイン海域でクインシーはドイツ戦艦ドイッチュラントアドミラルグラーフシュペーアドミラルシェアを含む国際救助艦隊に所属し作戦活動に従事した。クインシーは490名の難民をマルセイユを呼びビルフランシュに送り届けた。その後、 ローリーとその任務を交代した。クインシーは10月5日に、ボストン海軍交渉に帰還し、最終公務に向けての改修が行われた。最終公務は1937年3月15日から18日にかけて行われ、その後クインシーは第7巡洋戦隊に合流するため月12日に、太平洋に向けて出港。 23日から27日にかけてパナマ運河を通過し、5月10日に真珠湾に到着した。太平洋艦隊巡洋艦隊と共にクインシーは5月20日に出港し、戦術演習を行う。3月15日から4月28日にかけてハワイ海域で太平洋艦隊と共に演習に参加した。メアアイランド海軍造船所でのオーバーホール後、クインシーは カリフォルニア州産クレメンテ沖で艦隊と共に戦術演習を再開し、それは1939年1月4日に太平洋に配属されるまで続けられ、クインシーは1月13日にパナマ運河を通過、グアンタナモ湾に向かい砲術訓練及び揚陸演習に参加した。2月13日から26日には演習第20次フリー,イートプロブレムに 太平洋艦隊と共に参加し、4月10日から6月12日にかけては南米への親善訪問を行った。ノーフォークに帰還すると7月9日から8月24日までの間に予備役兵の訓練巡行を3度行う。1939年の残りは第二次世界大戦の勃発に従い、北、大西洋で偵察巡行を行った。 1940年5月4日までノーホーク海軍造船所でオーバーホールを受けた後、クインシーはブラジル、ウルグアイ、アルゼンチンを訪問し、9月22日にノーホークに帰還した。その後10月1日から12月20日までに3度の予備役兵訓練巡行を行った。クインシーは大西洋艦隊の演習及び上陸部隊の演習を プエルトリコのクレブラ島沖で1941年2月3日から4月1日まで行う。ヨーロッパでの戦闘が激化すると、クインシーは第2任務部隊へ配属され、空母アスプと共に中部大西洋で4月26日から6月6日まで中立パトロールを行う。その後空母ヨークタウンと共に第28任務部隊と活動し、7月14日に母校に帰還した。 1941年7月28日、クインシーは第16任務部隊と共にアイスランドに向かい、9月21日から24日までデンマーク海峡を偵察した。10月31日に船団と共にニューファンドランドへ帰還し、その後トリニダード島経由で南アフリカのケープタウンに向かう。ケープタウンで船団と合流し、12月29日に 戦団と共にトリニダードへ帰還した。クイーンシーは1942年1月25日に第15任務部隊と共に戦団護衛任務でアイスランド海域に向かい3月8日から11日までデンマーク海峡を巡航した。3月14日に出港、帰国の途につきその後ニューヨーク海軍交渉で5月末までオーバーホールを行う。 オーバーホールが完了すると6月5日に出航、パナマ運河を経由して6月19日にサンディエゴに到着した。クインシーは第18任務部隊に配属され、巡洋戦隊司令官のノーマン・スコット少将の帰還、なる。7月に入り、クインシーは艦隊と共にガダルカナル島侵攻のため南太平洋に向けて出撃する。 ガダルカナル島への攻撃に先立って8月3日にはニューカレドニア島に停泊。7日にはルンガ岬への砲撃を開始し、いくつかの日本軍の設備や石油貯蔵施設を破壊した。続いて海兵隊の上陸を支援するため艦砲射撃を行った。上陸した海兵隊部隊の護衛に当たる水上部隊の司令官少将オーストラリア海軍は、 輸送船団を守るためルンガ沖に至る、各水路に巡洋艦を複数配置し、各艦は正方形の運動を行って紹介して、怪しい艦船を発見すれば、通報の上反撃に出る体制をとった。クインシーは、ヴィンセンス及びアストリアと同じグループに属し、サボ島とフロリダ諸島間の海域にいた。8月8日夜、三河く一中を率いる第八艦隊の、 従順洋艦と軽巡洋艦、駆逐艦が、サボ島西方からガダルカナル島沖に入ってきた。三河中将の艦隊は、サボ島西方を進み、シカゴ、オーストラリア従順洋艦、キャンベラ及び駆逐艦のグループに対して、放雷撃を行い、キャンベラは大破し、シカゴは、艦首部に魚雷が一本命中して、戦線離脱した。このグループは警報を発信なかったか 他のグループの受信状態がかんばしくなかったか、ともかく異変を周囲に知らしめることはなかった。三河艦隊は、些細なミスから二つのグループに分離し北上。どちらのグループも、クインシーらがいるグループに迫りつつあった。クインシーは、ヴィンセンスと共に、三河艦隊からのサーチライトの照射を受け、状況が全くつかめていなかった両艦は、味方からの照射だと勘違いして味方識別信号を、 送るよう指示を出した。これに対し、三河艦隊は一斉砲撃で応答した。状況を理解しつつあった、ヴィンセンスが反撃の砲撃を行ったものの、二つのグループからの砲雷撃に挟み撃ちにされ破壊された。クインシーは、町会からの砲撃を受け、鳥海の砲弾は、クインシーの関西機に命中。当時燃料を満載していた、関西機は炎上し、 砲弾も誘爆を起こして、三河艦隊の格好の標的となる。クインシーは、ヴィンセンスと共に北に逃げたが、やがて西側を進んでいた古高、天竜、夕張からも攻撃された。天竜と夕張は魚雷をクインシーとヴィンセンスに向けて、発射した。クインシーは、鳥海らのグループの間を砲撃しながら突き抜ける。策に出始めたところだったが、魚雷が、艦室に命中。 断末魔を迎えたクインシーは、捨て身の砲撃を行い、これは鳥海の海図室に命中した。やがてクインシーは、左舷側に大きく傾いた後、横転して沈没していった。クインシーは、この戦闘で艦長を含む三百七十名が戦死し、百六十七名が負傷した。クインシーは、アイアンボトムサウンドとして知られた海域に沈んでいる。なお、作家、庭文雄は、 この当時、報道範囲として、町会に上官し、クインシー最後の反撃を目撃している。クインシーは、第二次世界大戦の先行で一個の従軍聖賞を受賞した。クインシーの名は、ボルチモア9従巡洋艦の一艦に引き継がれた、クインシー。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。